Video Diary November the 9th, 2020 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌2020年11月9日、林博史です。こんにちは。今日発表しましたビデオナンバー3369の1でですね、またまた奇妙な雨の音が入り込んでいました。で、その部分だけをカットしてといいますか、その部分はですね、後で音声を入れ替えた部分なんですけども、その部分をですね、まず最初に皆さんに3回聞いていただきたいなというふうに考えましたので、3回聞いていただきます。で、雨の音を、まあ雨の音とは断定できませんけども、雨の音らしき音をですね、確認していただきたいと思います。そしてそのストーダーナーゴータマの別名があのゾロアスター、ゾロアスターだったのです。ヒロシハヤシ、ハママツシティ、ジャパン。そしてそのストーダーナーゴータマの別名があのゾロアスター、ゾロアスターだったのです。ヒロシハヤシ、ハママツシティ、ジャパン。そしてそのストーダーナーゴータマの別名があのゾロアスター、ゾロアスターだったのです。ヒロシハヤシ、ハママツシティ、ジャパン。ナレーションの背景にですね、まあ雨の音としては小さいと言いますか、今まで経験した音よりは小さいんですけども、雨の音らしきものが入っているわけですね。そこでその雨の音の部分だけね、切り出して音声を大きくしてみました。どうかお聞きください。雨の音らしき部分を切り出して、それを4回コピーして続けました。で、今気がついたんですけども、ポコンポコンポコンという音も入っています。この音にも心当たりがありませんが、それについて考えるのはまた別の機会にしたいと思います。ここではですね、雨の音に注意して、まあ、少し私なりの検証を加えてみます。というのもですね、2016年の9月26日のあの大豪雨事件ももちろんそうですけども、その後雨の音というのがですね、何かしらのその節目にまあ現れるわけですよね。で、今回といいますか、今朝ですけども、その音を聞いた時には、まあ率直に言って驚くと同時に、率直に言って大変嬉しかったです。まあ、それについての理由はまた別の機会に話すことにしましてですね、ともかくもこの雨の音に注意してください。そして雨の音事件はですね、それだけではなくてですね、2019年の11月30日にも起きています。全く私には身に覚えがないと言いますか、どうしてそんな音が入ったのかさえわからなかったのがですね、その、2019年の11月30日の、まあ、雨の音というよりも雷鳴音です。その時の動画をですね、ここに皆さんに紹介させていただきますので、その時の雨の音を出ますか、その私の動画の中に入り込んだ、まあ、雷鳴音ですね、どうかお聞きください。ビデオダイアリー
December the 2nd, 2019 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2019年12月2日、林博史です。おはようございます。11月30日、私のビデオダイアリーに奇妙な雷鳴音が混入しました。まず皆さんにその雷鳴音をお聞きいただきます。3回繰り返しますので、注意深くお聞きください。冒涜ということになるわけです、この地区の人は私がいないから海は絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つの今座る勢力が同居するということはありえないわけですよね、まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、王徳ということになるわけです、この地区の神は私がいないから海は絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つの今座る勢力が同居するということはありえないわけですよね、まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、王徳ということになるわけです、この地区の神は確かにないわけです。海は絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つの今座る勢力が同居するということはありえないわけですよね、まあ、要するに世界の神はそうしてが、この音には全く心当たりがありませんでした、で元のファイルの方を調べてみましたらですね、元のファイルの方にすでに入っていましたから、私が動画を編集し、まあ、制作した後、あるいはその制作している時に 入り込んだということになるわけです。でそれを知らずしてアップロードして、でどなたかに指摘されて、まあ、このような音が入っていたということが、もうことをですね、知ったということになります。で今度はですね、今朝作りました動画の冒頭の部分ですけども、どのような形で入ったかということをですね、まあ、どのように、入っているかということをですね、皆さんにお聞きいただきます。ただここで注意したいことがあります。先ほど、まあ、お聞きいただきました今朝ですよね、33695の中に入り込んでいた雨の音はですね、フェードインフェードアウトしていません。しかしですね、あの動画のこれから紹介する動画の方ではですね、フェードインフェードアウト、つまり、音がですねクレッシェンドしていって、そして音を聞いていただいてディクレッシェンドしていきます。これはですね、私実はその部分だけね音声を入れ替えたわけです。で音声を入れ替えますとね、そのつなぎの部分でプツンと音が入ることがあるんですね。そこでフェードインフェードアウトをかけてですね、そしてそのプツンって音を消すつもりで、その、まあ、そのフェードインフェードアウトをかけたということですけども、その、まあ、これからお聞きいただきます雨の音はですね、瞬間ですけども1秒ただですねの間に一度音が大きくなって、そして割る部分でまた1秒ぐらいかけて音が小さくなります。それは私の方の操作による、まあ、音の音ということになるわけですね。ではその今日作りましたね動画、朝作りました動画なんですけども、その最初の部分から3分10秒15秒あたりまでを皆さんにお聞きいただきます。そのままここにつなげておきますから、どうかお聞きください。Three people are drawn in this mosaic picture. Of these three people, the one on the left is Darius I. It matches the face and appearance of the statues that remain in Persepolis. The person on the right, who is at the forefront, is Stodana Gomata, and his Nepalese name is Stodana Gautama. This is that person or father of Siddhartha Gautama, now whom we may call
Buddha. The face of this person matches the face of Suddhodana Gautama of Gandhara statues. Please compare the appearance of his beard carefully. Then, from the right, the characters depicted in this mosaic picture are Suddhodana Gautama, Confucius II in the center, and Darius I in the third. These are the three successors of Kyrus I, the first king of Persia, who are lined up in order. The Suddhodana in this mosaic picture was Magi, or Babylon's highest ranking stargazer, and another name of his is Zoroaster. このモザイク画の中には3人の人物が描かれています。この3人の人物のうち一番左側にいる人物はダリウス一世です。ペルセポリスに残るダリウス一世の像の顔、様子と一致します。また一番右の先頭に立っている人物はストーダーナ・ガウマタ、ネパール名ストーダーナ・ゴータマです。私たちがブッダ、繰り返します、ブッダと呼んでいるその人物の父親です。この人物の顔とガンダーラ仏のストーダーナ・ゴータマの顔が一致します。ヒゲの様子を注意して比較してみてください。となるとこのモザイク画の中に描かれている3人の人物は右からストーダーナ・ゴータマ、すなわちブッダの父親、中央がカンビュセス2世、そして3番目がダリウス1世ということになります。ペルシャ初代の王キュロス1世の3人の後継者が順に並んでいることになります。なおこのモザイク画の中のスダーナ・ゴウマタはバビロンの最高官位のスターゲイザー、星見る人、すなわちマギでした。そしてそのストーダーナ・ゴータマの別名があのゾロアスター、ゾロアスターだったのです。ヒロシ・ハヤシ、浜松市、ジャパン。そこで今度はですね、今お聞きいただきました音と、2019年11月30日のその動画の中に入り込んだ音、まあ、雨の音らしき音ということになりますけれども、その両者を聞き比べていただきます。ただし音の、まあ、原因といいますか、あの音量が違いますので、ほぼ同じほどの大きさの音に合わせてみます。で比較してみてください。よろしくお願いします。冒涜ということになるわけです。この地区は確かにないから今は絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、なかなか支配するのに、二つの今座る勢力、冒涜ということになるわけです。この地区は確かにないから今は絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、なかなか支配するのに、二つの今座る勢力、今は絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、なかなか支配するのに、二つの今座る勢力。いかがだったでしょうか。
この両者の雨の音らしき音はですね、私は同じと判断しました。ただ今日のですね、2020年11月9日に入り込んだ雨の音はですね、雨の音の終わりの部分を切り出して、それでまあ4回つなげたわけですけども、終わりの部分に近づけば近づくほどですね、2019年の11月30日の雨の音は弱くなりましたので、2019年の11月30日の雨の音と比べるとですね、先ほど出ますか、今お聞きいただいています2020年の11月9日の今朝ですけども、その雨の音の方がですね、まあ、弱く感じるというところはありますけども、私はまあ何度か聞き直してみてですね、同じと判断しました。つまりちょうど1年を経てですね、このような雑音というのは私は今はもうできませんけども、雨の音が入り込んだということになります。何度も言いますけども、私自身にとってはですね、全く身に覚えのない音です。しかも繰り返しになりますけども、使っているパソコンはですね、このような雨の音が入り込むような、まあそういうパソコンではないということですね。高級って言いますか、まあかなりハイレベルなディスクトップの、まあ、パソコンを使っています。で、こうした事故って言いますかね、はほとんど他の作業の時には今まで、その2019年の11月30日と今日を除いて一度もありませんでした。ありません。ですから、この雨の音には何か意味があるかということなんですけども、先ほどちょっと言いましたようにですね、2016年の11月30日、そして2019月ですね、9月26日ですね、ごめんなさい、2016年の9月26日、第1回目の、まあ、豪雨事件ですね、それから2016年の10月28日の第2回目豪雨事件の時に聞いた雨の音、その時の雨の音って今となってはよく覚えてないんですけども、まあ、印象としては同じと判断しています。というのはですね、雨の音はですね、まあ、普通の雨の音と違いましてね、遠近感もなくてですね、そして普通の雨の音というのは録音してみると分かるんですけども、いわゆるまあ近いところの雨の音も遠いところの雨の音も同時に、マイクを通して入るものですから、全体としてぼやーんとした雨の音になるんですね。しかし、お聞きいただき今日ここでお聞きいただきました雨の音はですね、いわゆるまあパラパラ音って言いますかね、パリパリ音って言いますかね、まあ、私は竹かごに小豆をぶちまけたような音だというふうにいつも表現してますけども、音が一個一個がですね、独立していて、しかもですね、その音がですね、竹かごに当たったかのように激しい音であると。そしてその竹かごをですね、何十個も集めたような雨の音、まあ、当時はですね、2016年6月26日はですね、ワイフにそのように説明していました。僕がね、今朝聞いた雨の音というのは、竹かごに小豆をね、ぶつけたような音で、それをですね、何十個も重ねたような音だったというようなことをワイフに言っていました。で、その音なわけですよね。まあ、今、まあ、その今日ね、こうして皆さんにお聞きいただきました音というのは、その音だということになるわけですけども、もう一度実は聞いています。それは2018年の5月20、4月、ごめんなさい、4月26日の朝ですね。はい、パーティー事件というのが、その日の朝の9時に起きるわけですけども、それはまあ今日のテーマじゃありませんので、まあ割愛させていただきますけども、要するに私がまあ大変な思いをしたその翌日の朝なんですけども、そのパーティー事件というのは起きるわけです。その朝の午前6時、ちょうど6時だったというふうに記憶してますに、私がですね、眠っていると、まあ今日聞いていただきましたような雨の音が30秒程度だったと思います。短い時間だったと思います。ザーッと聞こえたんですね。で、その時に私は最初に思ったのは、耳鳴りなのかなというふうに思いました。ところが、耳鳴りにしてはですね、まあ耳鳴りって言いますか、私は耳鳴りあるんですけども、その耳鳴りの音とは全く違ったものであったということですね。ですから、その時私はこう思ったのを覚えています。耳鳴りにもいろんな音があるんだな、なんて思ったぐらいです。まあ、そんなことを考えていたんですけども、その朝も聞いているわけです。それは私の、まあ、耳の中で聞いた音ということになるわけです。そしてその、3時間後ですね、約3時間後にそのパーティー事件というのは起きるわけです。まあ、そういうそのいきさつの中で、まあ、いきさつと言いますかね、流れの中で、まあ、雨の音というのはその時々においてですね、まあ、
聞こえたということになるわけですけども、その音をですね、今朝聞いたということについてはですね、また別の特別な意味があります。それはまあ今日はですね、また別の機会に話させていただきますけども、この音を私がですね、その録音を入れ直した直後にね、その部分だけその音を入れ替えたわけです。最後の締めくくりをですね、ゾロアスターということになるのではないのかなというような、いつものような曖昧な言い方ではなくてですね、ゾロアスターですであるというような感じでね、断定的に言って、そしてそれを音声を入れ替えたわけですね。そしてその後直後にその聞いてみたら、その時に入っていたんですね。ですから、率直に言えば上の人の、サインであるとするならばですね、その瞬間、私はですね、上の人を極めて近くに感じたということになるわけです。で、いろいろ他にもありましてね、またそれについては別の機会でゆっくりと話させていただきたいと思いますけれども、もうそれを聞いた途端に目頭が潤んできて、そして廊下を挟んで、まだ寝室でね、ワイフが眠っていましたので、ワイフのところへ行くまでにですね、もう涙がポロ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 出て、溢れてる涙を私自身はどうすることができませんでした。で、どうしたのってワイフが聞いたもんですから、実はね今ね、僕の部屋にね、上の人が来てたんだよって話をワイフにしました。そういうことなんですね。そしてワイフにその話をした時にですね、もう溢れ出る涙を私はどうすることもできませんでしたということなんですね。ということで、今日はこのビデオ代理を使ってですね、今朝私のいわゆる動画の中に入り込んだ雨の音についてのを話させていただきました。どうも話がうまくまとまらなくてすみませんでした。以上です。それでは皆さん、さようなら、バイ。で、この後に2019年11月30日のですね、私の制作した動画の中に入り込んでいた雷鳴音についての動画および検証動画をですね、この後につなげておきます。どうかお聞き、ご覧になってください。バイ。ビデオダイアリー December 2nd, 2019 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2019年12月2日、林ひろしです。おはようございます。11月30日、私のビデオダイアリーに奇妙な雷鳴音が混入しました。まず皆さんにその雷鳴音をお聞きいただきます。3回繰り返しますので、注意深くお聞きください。する冒涜ということになるわけです。この地球の人は確かにないわけです。海は絶対いませんね。これは支配一つの島を取るのに、支配するのに、2つの座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、神話もね、いわゆるシュメールの神話、並びに、エジプト神話と冒涜ということになるわけです。この地球の神は確かにないです。海は絶対いませんね。これは、支配一つの島を取るのに、支配するのに、二つの座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、神話もね、いわゆる、シュメールの神話、並びに、エジプト神話と冒涜ということになるわけです。この地球の神は確かにないわけです。海は絶対いませんね。これは、支配一つの島を取るのに、支配するのに、二つの座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。要するに世界の神はそうしてが似て非なりと言いますか、どうもおかしいですね。ですから実際の雷鳴音と比較していただきます。
今度は相互を交互に聞き比べてみてください。どうもおかしいですね。なるわけです。この地区には確かにないから。今は絶対いませんね。これは支配。なるわけです。この地区には確かにないから。今は絶対いませんね。これは支配。あるわけです。この地区には確かにないから、今は絶対いませんね。これは支配。自然世界における雷鳴と比較してみるとですね、私の動画の中に入り込んだ雷鳴音はですね、自然っぽさがないですね。風音あるいは雨の音、その雨の音もですね、単一的で遠近感がありません。それに、あるべき雑音といいますかね、周囲の騒音のようなものもありません。響きもなければ、小玉もないということですね。つまり私の動画の中に入り込んだこの奇妙な、つまりは雷鳴と決めていいかどうかは分かりませんけれども、その雷鳴音はですね、合成音ではないかと考えています。つまり合成して作られた雷鳴音ではないかと考えています。その後に続く雨の音もですね、大変クリアです。このクリアなところがおかしいわけです。というのは、雨というのは連続的に遠近につながってますから、遠くの音、近くの音同時に入るわけですよね。ですから全体として聞くとですね、ぼやっとした音になるんですけども、それがクリアすぎるということです。このクリアすぎるという点が気になります。つまりデジタル音って言いますかね、デジタルで合成された雷鳴音であり雨の音ではないかということです。あくまでも今の段階では推察ということになりますが、皆さんの判断はいかがでしょうか。もう一度その音を最後に聞いていただきますが、その前にこの音がどこで入り込んだかということですけども、今ご覧いただいているのはですね、私がですね YouTube にアップロードする前のファイルとして保管されていた動画です。その中にすでにその音は入っていたということですね。つまり YouTube にアップロードした後に入り込んだ音ではなくて、アップロードする前までに入った音だということです。これをどのように解釈したらよいかということになります。ではもう一度その音をお聞きください。音にもね、支配するのに2つの座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、神話もね、いわゆる、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、王徳ということになるわけです。この地区の神話は確かにないわけです。今は絶対いませんね。これは支配一つの島を取るのに、支配するのに2つの座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、神話もね、いわゆる、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、王徳ということになるわけです。この地区の神話は確かにないわけです。今は絶対いませんね。これは、支配一つの島を取るのに、支配するのに2つの座る勢力が同居するということはありえない。
Video Diary December the 1st, 2019 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan Video 日誌2019年12月1日です。今日から12月ですね。師走です。こんにちは。実はですね、昨日発表しましたビデオダイアリーの中にですね、雨の音が混ざり込んでいるというのですね、その指摘を視聴者の方よりいただきました。で、その部分をこれからお聞きいただきますが、特に音の激しい部分をですね、3回繰り返して皆さんに聞いていただきます。全く身に覚えのない音です。どうかお聞きください。冒涜ということになるわけです、この地区の人は確かにないかというのは絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つの座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、冒涜ということになるわけです、この地区の神は確かにないかというのは絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つの座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、冒涜ということになるわけです、この地区の神は確かにないかというのは絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つの座る勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、照らし今お聞きいただきましたように、確かに雨の音なんですね。最初に雷鳴、そしてその後、イヤホンで聞いてみたんですけども、雨の音なんですよね。で、先ほども言いましたように、全く私には記憶もないし身に覚えもありません。昨日そのビデオダイリーを作ったのはですね、午後4時少し前だったかな、3時頃だったと思います。で、それからね、近くのショッピングセンターに行こうということで、その前にじゃあビデオダイリーを発行しておくということで、まあ、ある意味で慌てて作ったことは慌てて作ったという記憶はあります。で、先ほどですね、視聴者の方からそういう指摘を受けまして、雨の音ということでね、まあ、雨の音には敏感になってますから、まあ、一度聞いてみようということになったわけですけども、昨日のビデオダイリーのですね、9分あたりからずっと雨の音が聞こえているそうです。今のところまだ9分から先ほどの音のところまでは詳しくは確かめていませんけども、先ほどの音の部分はですね、11分過ぎですよね。で、その部分から先ほどお聞きいただきましたような雨の音が聞こえてきたということになります。一体この雨の音はどこから来たかということなんですよね。普通ビデオダイリーを作るときにはですね、背景に既存といいますか、すでに作った動画のをですね、そこに当て入れてですね、つまりそこに入れてですね、そしてミュートと言いまして、音を完璧に消しておくわけです。まあ、そうしないとね、音が混ざると言いますか、二重になりますからね。それは間違いなく私やっています。そしてそれを見ながらと言いますか、まあ、見ていないんですけども、要するにその画面をが流れていくのをですね、まあ、ちらちらと見ながら、その私のビデオダイルを入れるという、まあ、声でね、音声で入れるというのが私のやり方です。で、もしその時にですね、雨の音、あるいはその雷鳴が聞こえていればですね、私の耳に当然聞こえているわけですよね。で、いつものようにマイクに向かって話す、そしてそれをレンダリングかけて皆さんに送った、それだけのことなんですね。で、よく聞いてみるとですね、雨の音以外は聞こえませんね。まあ、皆さん自身って言いますか、
お聞きいただければいいんですけど、もう一度ね、この後に、昨日のビデオダイアリーを、この後にということは、今日話しているそのビデオダイアリーの後にね、後に、昨日のビデオダイアリーの最初の部分から11分、あ、9分ぐらいからかね、そうしましょうか。9分ぐらいから12分ぐらいまでの間を皆さんにお聞きいただきます。で、その中に、視聴者の方がご指摘なさってくださっていることはですね、雨の音が入っているということなんですよ。で、私、それ大変気になっているのはですね、私が2016年の9月26日、そして10月28日に聞いた雨の音とですね、質的によく似ているということです。ただ、9月も10月もですね、雷鳴は聞こえませんでした。9月はザーって音です。そして10月はザザ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 ザ
っていることはですね、12月8日の夜ですね、まあ、私その時に2人の、中学生高校生に英語を教えていたものですから、その生徒を待っている時にイヤホンでその自分の YouTube を聞いていたんですよ。そうしましたら突然、まあ、先ほどお聞きいただいたような雨の音がですね、イヤホンを通してザザザーって聞こえてきたんですね、大きな音で。それでうわーって、私は後で聞いたらワイフが言うにはうわーって声を上げてたそうですけども、うわーって声を上げてイヤホンを払った。そして雨って叫んだみたいですね。でワイフはその子に声に驚いて、まあ、ガラスを開ければすぐ庭ですから、ガラスを開けてすぐ庭に出て空を見た、見たって言うんですよね。その時にもう 満天って言いますか、 星が見えたって言うんですよね。私もそれと同じ、ワイフと同じようにやはりガラスを開けて外を見ていたと思いますね。雨は降ってませんでした。でそういうことが12月8日に実は起きていたわけです。それはあまり人には話してないと言いますか、まあ、イヤホンに、ね、何かの音が混入したんじゃないのかなということで、まあ、その時はまだね、その、まああのまあ、はっきり言えば上の人のね、あの、まあまあ、仕業と言いますか、そういう言い方したら失礼なんですけども、というふうには捉えていませんでしたからね、まあ、少し経ってからそのように考えるようになったということはありますけども、当時今思い出してみてそんなことは考えませんでしたね。とにかくザーって突然イヤホンから音が飛び込んできたためにですね、私はそのイヤホンを手で払いのけたのは覚えてます。あの、まあね、払いのけたんですよ、パーンとね。そういうことなんですよ。まあ、それはそれなんですけども、そういう事件が実は2016年の12月8日に起きて、16日に今度は金原、いいのかな、金原君、H 君というのが子供が来ていましてね、うちの教室、その子は高校生だったんですけども、その高校生の H 君を教えているときにですね、その H 君が突然雨ってクソーって言ったんですね。クソーって言ったんですよ。それでどうしたんだって聞いたら、クソ雨降ってきやがったって言ったんですよね。まあ、あとなぜそんなことを言ったかというと、まあ、金原君が言うにはですね、つまりその傘を持ってこなかったから、帰りね、濡れて帰らなければならないという意味でクソと言ったというのことを言いました。まあ、それはそれなんですけども、そういうその豪雨事件というのが、まあ、すごい音だったみたいですね。鉄板にこうパチンコ玉を当てるようなバリバリバリっていう音だったというふうに、まあ、その K 君はですね表現しています。それはあの証言集として、あの私 そのホームページの方に収録してありますから、興味のある方はどうかそちらをご覧になってください。で話を戻しますと、その12月8日にそういう事件が一回起きてるんですよね。でそれで、まあ、今日その視聴者の方からそういう指摘を受けて、まあ、どんな雨の音かな、何かの雑音だろうと、というくらいの気持ちで、その何て言いますかね、気があると言いますか、それほど深く考えないで聞いてみたんですけども、雨の音が入ってますね。しかも雷鳴まで入ってる。で、あの音はどこから来たかですけども、特にその、まあ、YouTube そのアップロードしているときに、そのああいう音がですね、私の今のこの瞬間もそうですけども、今その背景の画像についての音声はミュートにしてあります。ですから全くゼロなんですよね。まあ、デジタル音声ですからゼロなんですね。ですから全く聞こえないはずです。でそれと合わせて今このような形で私が皆さんに声で話しているわけです。普通のマイクですよね。ですからそれはもうずっと同じマイクを使ってます。あのビデオダイアリーはね、時々あのボイスレコーダーに入れて、そのボイスレコーダーのマイクで入れた声をビデオダイアリーに流すときありますけども、基本的には今と同じような形でこのマイクを使って、まあ
話しているわけです。ですから雨の音が入るという隙っていうか隙間がないんですよね。で皆さんに、まあ、もう一度聞いて、もう一度三度聞いていただいて、まあ、どのようにね考えられるかですけども、まあ、ちょっと不可解な事件なんですよね。ちょっと、いやいや、大変不可解な事件ですよね。先ほどその音をですね、ワイフにイヤホンで聞かせてみたんですけども、ワイフも黙ってしまいましたね。というような事件、まあ、事件と言っていいのかどうか分かりませんけども、どうしてこんな音が入ったのか、どこから入ったのかということなんですね。しかも、まあ、もし どなたかのその YouTube が、それありえませんよね、まあアップロードするときに音が入ったということになるわけですけども、そしたらなんで雨の音なのかということになるわけですよね。雨の音でなくても、例えば自動車の音でもいいし、YouTube の、ね、動画の一部が、例えば音声が入ってたらのようなものが入り込んでもいいわけですから、音といっても、まあ、無数と言いますか、無限大とは言いませんけども、無数分の1ぐらいの確率でしかないわけですよね。しかも雨の音というのは、一体何かということですけども、実はヒヤッとしましたね。音を聞いたときにヒヤッとしました。ということで今日のビデオでありこれで一応終わっておきます。一応報告だけということにしておきますけども、もう一度この後にね、3度聞いていただいて、そして昨日のビデオダイリーをですね9分前後からつなげておきますから、皆さんご自身の耳でですね、まあ、9分ぐらいから雨の音が入っているということですから、その音を聞いていただいて、今日のビデオダイリーはこれで終わりたいと思います。まあ少しお騒がせな動画かもしれませんけども、まあこんな言い方、ありきたりな言い方ですけども、私は一切そういう、そのなってますか、小細工と言いますかね、そういうそのインチキはしていません。本当に私は知りませんでした。本当に身に覚えのない、まあ、音ということになります。では今日はこれで失礼します。バイ。冒涜ということになるわけです。この地区には確かにないというのは絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つのいわゆる勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、冒涜ということになるわけです。この地球は確かにないというのは絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つのいわゆる勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、冒涜ということになるわけです。この地球は確かにないというのは絶対いませんね。これは、ね、支配一つの島を取るのに、ね、支配するのに、二つのいわゆる勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話並びに、エジプト神話と、まあ、エンキブルを殺したと、まあ、それを表現したのがミトラ像ということになるわけです。で、あのミトラ像というのはですね、つまりは王子にまたがって王子を殺しているのではなくて、その王子から短剣を抜いて王子の命を助けようとしているところなんですよね。その証拠にあのミトラ像の腕を見てください。全然力が入ってませんね。王子に短剣を突き刺すわけですから、かなりの力が必要だったと思いますよ。牛の皮っていうのは熱いですからね。しかしミトラは、まあ、軽くなってますかね、どこか悲しげに空を見上げながら短剣を手に握っている、すなわちミトラは王子から短剣を抜いているという姿勢へとつながっていくわけです。つまりミトラは、王子つまり延期を助けたということになるわけですよね。はい、それはそうでしょうね。やっぱりね、お母さんが一応ニンフルサングですからね。まあ、そういう話もいろいろ考えていきますと、まあ、そのこれはそのちょうど今ご覧いただいている動画はそういう動画であるということです。で今まあ、ちょうどたまたまね、今ご覧いただいているのはネルガル、左上がネルガルの像です。上の方からサソリ、ヘビ、犬が表現されています。そして中央がですね、これがミトラ像です。その下には、
サソリ、ヘビ、犬が表現されています。左下がギリシャ彫刻ですね。まあ、そういう形でつながっていくわけです。で、右の方にはその家系図も、を一応紹介してあります。まあ、この家系図はですね、まあ、いろんなその説がありまして、順につなげていったのは、これは私の作った家系図ではありません。順につなげていくとですね、まあ、一つのまあ家系図ができるわけですけどもね。まあ、その、まあ、この家系図においてもネルガルはエインリルの息子ということになるわけです。で、話はずっとそれますけども、こうしたまあ叔父と父親、そしてミトラの関係を示したのが、つまりはエジプト神話ということになっていくわけですね。オシリスとね、まあ、いろいろあるわけですけども、で、息子がそのホルスと、まあ、そういうことになっていくわけですけども、そして最後はね、ホルスが叔父をまあ死に追いやって敵を取るという、まあ、あのギリシャ神、あ、ごめん、エジプト神話とつながっていきます。そしてそれがですね、まあ、ウォルト・ディズニー、その前の、まあ、手塚治虫の話でとつながっていくわけですけども、いわゆるライオン・キングですね、ごめんなさい、につながっていくということにもなるわけです。すなわち神々の神話というのは全世界的なものだということです。となると日本の神話もその一部であるということになってくるわけですね。日本だけの神様がいるはずもないんです。日本だけに神様がいるということはですね、その神様に対する冒涜なんですよ、皆さん。こんなちっぽけな島にね、神様がいて、そのちっぽけな島だけの神様だなんてね、まあ、私たちは決めつけていますけども、まあね、まあ、それはその神に対する冒涜ということになるわけです。このちっぽけな島には確かにいないから、鬼は絶対いませんね。これは、ね、支配、一つの島を取るのにね、支配するのに、2つの、まあ、いわゆる勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話、並びに、エジプト神話と、まあ、照らし合わせてね、照合しながらその検証していくとつながりが出てくるという、まあ、これは仮説の仮説ということになりますけども、要するにそういう方向性でいけば間違いないということですね。この前の勉強会でもね、どなたかが日本の神話をね、調べてるんですということをおっしゃったもんですから、私はシュメールの神話と対照させていくと謎が解けますよというアドバイスをさせていただきました。私もね、時間があればその辺をやってみたいなと思うんですけども、今のところ時間がないもんですからね、もうとにかく毎日忙しくてですね、今朝も4時半に起きて、まあ、ベッドの中で8時頃まで構成したり原稿を書いたりして、それから飛び起きてね、運動して、それから動画をアップロードして編集したりしていく、まあ、その間にまたね、構成したり、まあ、いろいろありましてね、もうバタバタ毎日が過ぎていきます。まあ、それはある意味でね、私にとっては大変ありがたいことです。と言ってもですね、家庭サービスはしなければいけませんので、まあ、今夜、まあ、これはね、今日の今、時刻は午後ちょうど3時になるところですけどで、も、検証ということになりますが、ついでながらといいますか、念のためにですね、ファイルの中に残っている昨日のビデオダイアリーのファイルをですね、もう一度聞いていただきます。これはアップロードする前のファイルです。まあ、しかし、そのファイルの中にすでに雨の音が入っていました。ということはですね、雨の音はつまり制作中に入ったということになります。アップロードをするときに入った音ではないということですね。その部分をどうかお聞きください。次にその部分だけをですね、切り出して皆さんにご覧いただきます。ですよ、皆さん、こんなちっぽけな島にね、神様がいて、そのちっぽけな島だけの神様だなんてね、まあ、私たちは決めつけていますけども、まあね、まあ、それはその神に対する冒涜ということになるわけです。このちっぽけな島は確かにない。今は絶対いませんね。これは、ね、支配、一つの島を取るのにね、支配するのに、二つの、まあ、いわゆる勢力が同居するということはありえないわけですよね。まあ、要するに世界の神はそうして一つの一本にまとまっていくということになります。ですから日本の、ね、神話もね、いわゆる、まあ、シュメールの神話、並びに、エジプト神話と、まあ、照らし合わせてね、照合しながらその検証していくとつながりが出てくるっていう、まあ、これは仮説の仮